はい、AT-AT インディーゲームの沼です。今日もデスズドアの続きですが、炎の魔法を覚えたところからこの地下に向かっていきましょう。壺の魔女を倒しに地下に向かっていきましょう。ここね、炎で攻撃するとここ開くようになるんで、で鍵ここ開けてあげて、エレベーターか、下に向かっていきましょう。おばあちゃんが地下に来るなって言ってたからね。先に進ん、おお、かまど観察室、陶器屋敷地下。これあれじゃない？鍋かまどのスープの中身じゃない？いや結構広いな。これ、あ、ここ叩くと行くんだ。いやー、スープを辿ってこう。中身のスープを辿ってこうぜ。ああ、種見っけ。こっちか。またこれですね。これに乗って、おお、上下がしっかりしてるね。スープを辿るとこっちか。ここっすね。あそこに行けないから、ここに着いた、これか。スープはこっち辿ってるけど、こっち行けますね。こっち行ってみよう。ガッシャン。このはしご上登っていくと、なんかあるかな。またこっちか。ベルトコンベヤーの上通って、この上に出るんだ。ここ炎をつけると、あ、ここの、ここは開くんだ。そう。ソウルゲット、ソウル手に入れるの大事だからね。よし、ここじゃあ辿ってこう。またこっちか。敵出ないっすね。敵出ない、本当に。ほらで、あら、戻りながらスープはこっちに進んでいる。でこっから奥に進むと、おお、コンベヤーの中を鍋かまどが、何やられてんの。てか捕まっちゃってるじゃん、もはや。ここ、あ、コンベヤーの中通っていくと、あ、ダメだ、逆側に行ってしまう。おーい、ここか。また移動ゾーンですね。ガシャンと。敵出てきそうだけど来ないか。どっちだろう。もうスープ漏れがなくなっちゃったからな。あ、種もらい。スープ漏れがなくなっちゃったからどっちに進んでいいかちょっと分かりづらい。こっちか。あ、おばあちゃん。警告したはずだよ、カラス。なのにまだこの屋敷をうるついているとは。いや、バカっていうかさ、ちょっとね、いろいろこっちも、いろいろ問題がございまして。さっさと帰ってくれ。怖い。ここかな？うん、違うな。炎だ。あ、このかまどに火入れると、ここの扉が開くんだ。先進もう。あ、チェックポイント発見ですね。内部かまど。内部かまど？ここはまだ別に入んなくてもいいか。よし、じゃあどんどん行こう。あ、これが、こいつ光ってるから、こいつのかまどに火入れると足場が動き出すんだ。おお、来た、ついに。なんかドロヘドロみたいなポケモンに出てきた。
ドロヘドロ、名前ドロヘドロだっけ。危ない危ない、あのロケット弾が使ってるやつみたいなやつだな。泥だもんね多分。ここのフラスコの中にも入ってるし、ほいよで、こっちか。どんどん進んでいくと、いや地下広いな。またこいつがいる。くるくる回転するんだよねこいつ多分。よし、地下めっちゃ広かったわ。んおいおいおい、こいつカラスじゃない？なんで攻撃してくんの。あ、あ落ちちゃった。マジかよ。あ、そこだ。危ねえ。ここ落ちちゃう。ここだ、ここ。ここに火入れるんだ。この緑の煙自体はダメージ食らわないみたいですね。煙もダメージ食らいそうだけど。うわ、さらに敵出てくる。うわ、危ねえ。弾丸しか食らわないみたい。おう、弾丸敵にも当たるんだ。これをうまく利用しよう。敵にも当たるぞ。お前が倒してくれ。おいし、あいつの弾丸を利用して倒す。おお、来た。しまった、マジでしまった今の。おお、こっち来い。一方的に攻撃食らうだけだ。危ねえ、この火入れちゃおう。あ、入んない。あいつ倒さなきゃダメだ。危ねえ、入った。最悪だ。とりあえず回復できたんで、こいつめ、おっと近距離攻撃もやってくるのか。なんだこのカラスみたいなやつは、仲間じゃないのか。うわ、残りっぺがあるよ。でここ先に進めるようになったのか。でこいつに火入れて、ここが動くのかな。ん、また出てきた。あぶ、オッケー。排水管から出てくるあのドロヘドロみたいなやつ、ふう、なんとか回復できた。あ、もまたかい。危ないよ。よし、回転する前に陶器を壊しちゃえば。で上か、ここだね。でかまどに火入れると、ここが段差が上がってくる。ここは別のかまどに火入れなきゃダメか。こっちだね。でここ通れるよね。うわー、でっかいやつ来た。ジャンプ攻撃、あっとジャンプ攻撃や、しまった。チビになっちゃえばあとは余裕。ここじゃあ上上がってピヨンと、うー、しまった。マジでやっちまった。で、ここ左か。上行けないもんね。うわうわ、待機してる。なんだあいつ。危ねえ。うわ、しまった。で、こっち。危ねえよ。マジであいつ危ねえ。あぶねえ。で、あ、ここにかまどがある。火入れて。うわー、ちょっとお前らは無視だ。すまんが。あー、でここが動いているから。あぶねえ。
なんか追ってくる。で、押し出されて落ちちゃうな。おっと、あぶね。逆側にいるあいつマジでどうにかしたいな。先に開いた。てめえ、お前はいるのかい。邪魔だ。おし、倒した。お前は邪魔だ。で、ここ上かな。うん、上か。ここは、あ、なんか懐かしいやつがいるな。あぶねえ、めめ。懐かしいな、お前。まだ出てくるんだ。よし、でも種が1個になっちゃった。種が1個になってしまいましたね。うわー、マジかよ。 OK、 マジで今ナイス。マジでナイス。爆発棒を使って炎の呪文で一気にやる。まさかそれが達成できるとは。で、次もいるか。爆発棒を使って一気にやる。ダメだった。こいつらを巻き込みたかった。できれば。ダメだな。やったか。はい、跳ね返し。当たんない。で、こいつは倒したから爆発棒は使うことなかったですね。うまく使いたかったけど。で、ここには何もないか。ここ、あそこにかまどがあるな。ベルトコンベヤーをたどっていってかまどに火入れる。かまどに火入れるとどうなんだ。これが動き出すのか。うわ、逆側にいるぞ。うわ、これだ。ここに火入れなきゃいけないんだ。で、ここも火入れる。あいつうぜえな。うざいけど先にあいつをやろう。とにかく、あ、種こんなところに。よし、なんとか撃破。で、こっちから先に進んじゃっていいのかな。これじゃない、ここだ。このかまどに火入れるとここが動き出して上に進めると。ここも使って回復しとこう。もったいないからどんどん使っていっちゃおう。あぶね、もうスルー、ちょっとスルー。あっちにかまどがある。敵多いな。そしてこいつら結構しぶといんですよね。で、こっちか。また来た、でっかいのが。で、ここを登ってここだ。このかまど入れると右が動き出す。で、上登って、あいつ無理して倒す必要ないからな。で、チビちゃん、いやー、いっぱい出てきた。勘弁してくれ。ヒットポイントが2しかないんだ。危ねえ。違う、そっちじゃない、そっちじゃない、そっち。で、ナイス、ナイスコントロールで、使えない。使いたい時に使えない。1個くらい取っとけばよかった、やっぱり。
またチェックポイント発見。よし、行きましょう。明らかにボスっぽいよね、ここね。ハスのマークか。いた、おばあちゃん。湯婆婆みたいな顔しやがって。完全にジブリっぽい顔だよね。人助けをしようとしているのか。壺で生命力に蓋をしておけば死神に気づかれづらくなる。グリムリーパーか。グリムリーパーって誰だろう。ちょっとした共通点、雇い主が一緒、上司が一緒なの。来たー、でっかい壺の魔女グランマ。おばあちゃん、そのまま。よし、行こう。ここですね、攻撃パターンは。ここでローリングアタック。あんまり近寄りすぎるとここの壺がホーミングして投げてくるから、近寄りすぎると注意。ここはちょっと攻撃しつつ、壺の中に入ったら逃げよう。どうしようもない気がする、この攻撃は。このタイミングで炎魔法で当ててあげると。違うな、炎を中に入れるんだ。炎魔法を当てるんじゃないんだ、炎を壺の中に入れるんだ。さっき偶然入っただけか。しかもめちゃむずいんじゃないそれ。おっと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 、炎魔法を壺の中に入れるとか激ムズいぞマジで。今や無理か。難しいっすね。一撃入れて逃げる。でこのホーミングはこうやって攻撃してくるので当たっちゃうから、しっかり逃げといて。無理して攻撃し、無理して跳ね返さないで。だいぶひび割れ出てきたね。OK、でまた炎魔法ができるようになってるから、ここでどうだ。 OK、 入った。こうやって壺から出てくるんで叩きまくる。これだ。壺の中に炎魔法入れるってめっちゃむずいぞ。でもおっと危ねえ。あ、そうそうそう、こうやって無理して跳ね返していると隙ができちゃうから、無理して跳ね返さない。でまた壺の中に入れるのを狙うか。しょう、いや無理だ、むずい、むずいよ壺の中に入れるの。うん、あと一発で死んでしまう。そろそろやられてくれ、そろそろ良くないっすか。おし、自爆してくれた。ビッグソウルが出てきましたね、壺の中から。なんだ、ソウルが鍵穴、カラスのマークの鍵穴。これが死神の扉の鍵か。我々が今日ここに集まったのはある女性の死を悼むため。壺の魔女、陶器の魔法使い、焼き物魔術師、瀬戸物ババ瀬戸物ババかわいそう。
魔術、蘇生、魔法薬の研究に一生捧げたってステッドホーン、みんな知ってるじゃん。彼女を尊び、神戸を垂れよ、最後の敬意の印に。いやシリアスな展開になったけど、急に鍋どう出てこれたんだね、あそこの中から。ちょっと呪い解けないんかい、おばあちゃんが死んでもいいのか、そのままで。頭に壺を乗せて、ステッドホーンこうやって叩いても何も出てこない。あ、ジャイアントソウル手に入れてますね。壺の魔女のジャイアントソウル。じゃあ扉から帰りましょう。ん、あれ、ここさっきのとこじゃなくない？あれ、どこだここ、どこだ。リーパーたちの領域であるのは間違いないと思うんだけど、何かいそう。鍵穴の男、扉の王、ワールドベストブロード。自分の名前のマグカップ作っちゃってる。どうやってここに入ってきた。いや知らんのよ。カラスに会うのは実に久々か。扉の方が上司ってわけじゃないのか。あ、そういうことか。報酬が欲しくてやってきた。あ、なんかくれる。めちゃくちゃ手首コキコキさせてるけど。いや拍手はいらんねん、拍手はいらないよ。なんか物ください。ソウルとかくれないか。でもチャオじゃなくて、ああ、強制送還。こいつ何者なんだ。あ、後ろに死神の扉が見える。こいつ絶対なんか知ってるぞ。ここに降りてきた。ソウルは見つけたんだけどさ、見つけたんだけどさ、取られちゃったんですよね。いやもう持ってくるの無理なんじゃないかな、扉に吸い取られちゃったから。はい、じゃあついにビッグソウルの一つ、壺の魔女を撃破しました。こんな感じで次は別のボスの方に向かっていきたいと思います。この動画面白かったり参考になったら、高評価ボタンやチャンネル登録で応援お願いします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。